はい、シャックメンです。マットランナーの続きをやっていきます。チャレンジのね、前回ちょっとこれ1だったのちょっと惜しいけど、まあちょっととりあえずね、1回全部これやりたいんだよね。で、次がクレーンオペレーター。クレーンって、あ、これ面白そう。クレーンを使ってね、丸太を集めてパッキングしてくださいっていうやつで、でダメージ受けるな、なんだろう、フェンスを壊しちゃダメみたいな。で、あとはなんかディファレンシャルロック使わずにクリアしろ。結構難しそうだなこれ。じゃあやってみよう。OKOK。で、音楽鳴り続けてるな。でこの車でまずビレッジに向かえと。でビレッジっていうのがこっちか。デスティネーション、あ、まあとりあえずまっすぐ行けってことね。ウインチとかめっちゃある。アタッチ、あ、同じか。でもディファレンシャルロックはないぞ。でもこの車何これ、ターンアクロスとか。あー、これ多分クレーンの操作だな。オッケー、とりあえずクレーンはまあいいや。これで一回まず目的地向かおう。この中に入れるってことか。めっちゃ面白そうじゃない。ちょっとダメージだけ受けないように。あとフェンスも壊してない。周りにちょっとフェンスのようにチェックして、であの変な沼地みたいなのに行けって言って、こう行ったら絶対タイヤ埋まっちゃうよ。あっちか。あ、待った待った、そのフェンス壊したらそのダメで、大丈夫か。ここちょっと半分ぐらいにして、オールホイールは使ってるんで、ディファレンシャルだけど、ディフロックだけど、慎重にな。ああ、そういう風に入れなきゃいけないから、また、これも速攻ディフロック系の状況なんだけど、ウィンチ使ってるんだっけ。でもウィンチ引っ掛けたらなんか、すごい壊れそうで怖いな。大丈夫。あ、いいね、ハンドル切っておけばそっちも。こんなもんでいいかな。で、一回リリースします。受けるか。あ、ちょっと逆転。もうちょいないか。これでハンドルをまずこっちか。こっちに切っておけば、受けると思う。そういう感じ。ギリ壊さずに。おー、ナイスナイスナイス。超怖いこれ。あー、おー、ギリギリ大丈夫か。よしよし、 OK。 で、これでクレーンを使って、ピックアップしてログをね、あの丸太を集めてください。で、エンター、ちょっとクレーン、ジュガー、アドオンアクション、ターン、アンカース。え、なにこれ、すげえ。あ、アンカーって言ってあのトラックをね固定してるみたいな。で、次はこの状態にしてからプッシュアンカー。あ、浮いた。あー、なるほど。よくあるよね、こういうのね。工事現場とかで。すげえ。この視点だと全然見えない。OK。で、これでクレーンを動かす。先にクレーン動かしちゃうと、本体がね、動いちゃうから。で、これは、セレクトポイントのロング。あー、そっちに。丸太。あー、そういうことか。これ直接これで掴んでってこと。うわ、怖い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 。あ、めっちゃやばい、クレーンゲーム。え、これどうやって掴むの。ああ、そういうこと。え、ちょっと待って待って待って、もうちょい高くして。
このさ、ああいやちょっとコロコロコロって、ちょっと待って待って待って、拾えるそんなとこ。これでちょっと掴むのこれ。オペレートホールドリストア、いやこれで下に下げればいいんだよ。ちょっと待って待って、むずくね。これでいい、掴んだ。お、掴んでる、すげえ。マルタを掴んだ。あ、落とした。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、これ超むずいんだけど。これ掴む、掴んだら入れろって話なんだけど、こういうことか。これ離せばいいんだよ。これでいいんだよ。あ、そういう風にして丸太を集める。でもなんかこれまだこれダメみたいな赤矢印だからさ。うわ、やべ、火花出てる。ちょっと待って、めっちゃむずい。操作が超むずい。これこそドライバー視点でやりたいわ。あ、この視点いいかも。つかんだ。Don't forget retract anchor. あ、それは見たね。Please select.リリースザログ、セレクトクレーン&ホールド A リスト。ああ、オッケーオッケー。じゃあこうして、で A ボタンの中押しておくと自動的にクレーンが引っ込んでくれるので、でこれを繰り返すってことかな。ってことだよね。ここはもう OK ってことでしょ。したらもうないもんね、木。よしよし。じゃあこれで、なんだっけ、これどれをどうするんだっけ。こうだっけ。大丈夫、オッケー。じゃあこれでいいよね。かぼちゃはいいのかな。こっち向きでもいいんでしょ。え、何壊して、あ、壊してる。あ、壊しちゃった。マジか、くっそ。こっち向きじゃダメなの、もしかして。これじゃダメ。一回ちょっとこれでやってみよう。ルールを破ってやってる。あ、ダメだ、向こう側にあるから届かないんじゃん。そうだよね。あー、無理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 。壊せ、壊せ、壊せ。もう一回壊しちゃってんだよ。全部壊しちゃって、壊しまくれ、むしろ壊しまくれ。あー、ちゃんと下だよっていうの出てんだ。ちょっとこのさ、首っていうか、これ、あ、これ回せるんだ、これで、すげえ。じゃあこれで掴んだ、本当に。それちゃんと掴んでる。あ、やべ、間違った。ちょっとこれ落とすと思うな。なになにこれ、こうか。操作が超むずい。あ、大丈夫か、それ。そんな、そんな天高く。で、あ、そうそう、ここのね、印を見れば。あ、逆逆、こうして、向きこうして、これでいいんじゃない。ダメ、これ大丈夫かな。ちょっとかなり不安定で、まあ、落としさえしなければいいから。じゃあこれでいこっか。OK で、なんだっけ、パーキングブレーキ解除して、で、あとどこだ、あとこっちか。 OK、 よしよし。で、またこれでアンカーを出します。あぶね。で、押す、押し込み、で、クレーンだね。なんかこれ1個さ、棒、左側のアンカー失敗してるけど大丈夫。これね、視点が、あ、やばい、丸太めっちゃはみ出してる。大丈夫かこれ。一回ちょっとさ、車を傷つけて失敗になる恐れがあるので、ちょっとこれやってるか。捕まえたい。めちゃくちゃむずいな。クレーンゲームみたいな感じで、
ダメージを受けてしまう。で、上に上げる、ここまで OK。で、ここで回転するんです。回転するときに、クリーンキックがちょっと、なんだろう。もうちょいさ、それ、融通効かないね、君。君、それ以上したいけないんだ。あー、そう。同じじゃん、これじゃん。こっち向きにあえてして、真ん中で掴んどかないと2個いける、これ2個いけそうな、これでガブッといった、すげえ、いいねいいね。でこれでこのまま持っていくと、キュイーンと。でこれまた失敗になるから引っ掛けたりしないように。で超むずいんだけど、これこうか、これでいける、角度どう？いい感じ、いい感じ。パーンと離せばいい。うん、なんとかなった。じゃあ、あと1本は、あとで拾うか。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。掴んだか。めっちゃクレーンゲーム。いけ。よし。よし、ゲットした。これでこの下に下ろせば。うわぁ、なんとか。なんとかなった。オッケー。あ、間違った。ちょっと待って。ちょっと待って。待って待って待って。クレーンをまず引っ込めよう。で、プッシュアンカー、ターンアンカー。よし、これで、次の目的地が、ん？次どこ行けばいいんだ？待ってね。ダメージ受けないっていう実績は解除できてて、うん。で、ログを追うんたらっていうのも大丈夫でしょ？え、もう全部取ったんじゃないの？まだどっか取り忘れてるとこあったっけ？だから暗くなってきてるんじゃん。あと、これどこ持ってるんだろう？それだけちょっと教えてほしいけど、出てこないんだよね。マップ上のどこにもない。なんかこれさ、バグってもしかして成功してないことになってるとか。ちょっと調べたけど、別にバグとかそういう情報はなかったから、どっかにまだ落ちてるってことかな。それを見つけられてないってことかもしれない。この辺怪しいぞ。ちょっとカボチャも潰しちゃおう。あれですから潰してよ。おお、なんだファーマー、謎の実績解除だ。ファーマー、いや、ファーマーが自分で作った作物を潰しちゃいかんだろ。いや、謎。なんでこれクリアできないの、このミッション。クリアにならないのおかしいでしょ。え、どういうこと？あ、なにこれ、中身をなんかしなきゃダメ。中身きれいにまとめてってこと？今さら気づくっていう。あ、ぽいな。ぽい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 。あ、なにこれ、どうやってここに行ったの今。あ、そういう感じ？あ、なにそれ。なんでそんなでかくなった？あ、マジか。で、これで OK か。はいはいはい。これでもう大丈夫なんだけど、ちょうどトラップが入ってきたんだけど、あ、抜けれる抜けれる、いけるいけるいける、よし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 。いやー、やっと地獄から解放された。で、ディスティネーションも全く逆だね。こっちだ、こっち、こっち向かって、よーし。あ、メタルの服流れてくんない。いやー、なんとかクリアしましたね。これはね、あの説明文がなんか途中ちょっとバグってて、それによって余計時間かかっちゃった。パックするっていう説明が出なかった。もうちょっとだね。もうちょっとでこのね、基本講習が終われるので、そしたらまたね、今度シングルプレイヤーとかをね、やれたらいいな。よし、じゃあ今回この辺にしておきたいと思います。じゃあ、また。